エルセディーズ商品配達サービスのシトロエンベルランゴ、エレクトリック版フランスのラロシェル。二次電池式電気自動車とは、二次電池パックに充電された電気エネルギーで電動機を回し走行する自動車である。バッテリー式電気自動車とも言う。略称は、英語名の頭文字からベベ。内燃機関を持たないことから、走行中に二酸化炭素や、 窒素酸化物を排出しないゼロエミッション車である。電池に充電して走行する電気自動車は蒸気自動車やガソリンエンジン自動車と並んで古くから開発されているが電池の性能が良くなかったことから普及していなかった。現在は電池の性能が格段に進歩し構造もエンジン車に比べ単純なことから普及が加速している。二次電池式電気自動車は 高いエネルギー密度を持った新しい電池技術であるリチウム4電池の発達に伴いよりハイパワーで大きな加速が得られるようになった。イングランドストリートヘレンズの2次電池式電動小型バスデアリークレストスミスのエリザベーサンミルクッパン的にはフロート一般的には外部からプラグを車体に接続し充電するが充電された電池自体を交換するものもある。 電気自動車はゼロ排気管排気により都市汚染を著しく削減する潜在性がある。輸送機器の温室効果ガス抑制はどのように発電されるかによる。現在のアメリカ合衆国のエネルギー構成では、電気自動車の利用は二酸化炭素排出量の30%を削減することになるであろうということである。 他の国々の現在のエネルギー構成であれば、その排出量はイギリスで40%、中国で19%、ドイツでわずかに1%減少するであろうと予測されている。電気自動車は自動車産業への大きなインパクトが予期され、都市の汚染に対して有効であり、石油依存を減らし、ガソリン価格の上昇が予測されている。世界の各政府は、 電動輸送機器とその構成部品の開発の資金供給に何十億ドルもの約束をしている。アメリカ合衆国は電気自動車と二次電池向けの連邦補助金に24億 US ドルを約束した。中国は電気自動車産業の開始に150億 US ドルを供給すると公表した。日産 CEO カルロス・ゴーンは2020年までに 世界中で10台の自動車のうち1台は電池による電力だけで走行すると予測している。加えて、最近のあるレポートは2020年までに電気自動車と他のグリーン自動車が世界の自動車販売総数の3分の1を占めると主張している。乗用車バストラック電気自動車は伝統的に直流性粒子電動機の1 形式である直流直巻電動機を使用してきた。最近の電動輸送機器は様々な交流電動機のタイプを使用し、これらはより簡単に製造でき、損傷し得るブラシ放電がない。通常これらは誘導電動機、またはブラシレス交流電動機であり、永久磁石を使用している。より簡単な駆動構成もしくはまたより低コストを提供する。 永久磁石電動機には無性粒子電動機を含めいくつかのバリエーションがある。モーターコントローラーはモーターへの電力を調整し、DC、または AC のモーターのタイプに応じて、ベリアブルパルスウィドス DC、またはベリアブルフリークエンシーベリアブルアンプリチュード AC を供給する、などが使用される。ありがとうございます。